たらそういう人が集まるところに行くんじゃねえよっていう声もめっちゃあると思うんだけど、で多分いろんなことをここに来るまでに多分考えたと思うんだよ。でもそれで結局でも行くっていう選択をしてくれた人たちがこうやって集まって、まあそれでやっぱり誰かのために行かない、自分のために行かないっていう選択肢を取った人もその選択をすごく尊重されるべきだと思うけど、でも俺は今こうやって俺の音楽をこうして聴いてくれるというか楽しみにしてここに来てくれたことに本当にありがとうとしか言いようがないな。なんかなんだろうな、なんかみんながこれから少しでも明るい未来を歩めるように、状況は芳しくないけれどもいろんな理不尽はあると思ってて、まあ、コロナがどうとか関係なく日常の中にいろんな誰かの悪意がいきなりぶつかってきたりとか何かがうまくいかないとかいろいろあると思うけど、なんか俺の音楽聴いて少しでも心の慰めになったらなって思ってます。このライブ終わってみんなが帰る頃にちょっとだけでも背筋が伸びてたり前を向けるようになってたらいいなと祈りを込めて歌います。君の続きという曲を聴いてください。